不思議の館スペシャル。26の宴。皆さんこんばんは。不思議の館の主星野しずくです。本日は宴です。特別なゲストをお迎えして開かれる対談会です。さて、今夜は中秋の明月十五夜の夜、そしてえ26回目の宴となる。本日も素敵なゲストが来てくださってますよ。よ もう皆さん同じく、噛んだ。皆さんお待ちかねだと思いますので、えー、早速お呼びいたしましょう。本日のゲストは、南條さんです。お願いします。はい、こんばんは。南條でございます。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます <laughs> う。なんて言って入ろうかって思ってる直前2秒前に噛まないでくださいよ。<laughs> 聞いてたー気づいてたー <laughs> 聞いてるよー <laughs> いや自分でなごんじゃってなごんじゃっていやい良かったなご<の>んでいただいてよかった噛んだ甲斐がありますねする目標ねはいそうですそうですあのほぐしてくださったんですよねすごいそうです <laughs> 絶対違う。いや、いや、でも嬉しい。やっとお呼びできた。なんか、うち、ちょっとしばらくゲスト会お休みしてたんですよ。はいはい、あ、そうなんですかそうなんです。4月以来は、久しぶりの開催でした。あら。そうね。ほんほん満を持して。ナージョさん。満 <laughs> <laughs> を持してだ、ね、<laughs> 急にハードル上げてきますね。<laughs> <laughs> いや、和んだ分、ちょっと取り戻そうかな。 いいじゃないですか、和んで。まあまあまあ、そんな南女さんなんですけど、ちょっと、まはい、ほんとんどの方はご存知の人が今、聞いてくださってると思うんですが、一応念のため、その自己紹介といいますか、軽くお願いしてもいいですか。はい、えー、この世で一番苦手な自己紹介というのを <laughs> するんですね。 僕は、今メインでは、えっと、毎週水曜日に、会談の生配信を、もう何年 ?6 年目ぐらいですかね、YouTube でやってます。<ー>で、あとは、まあ、あのー、今はね、ちょっと、えー、自分から先に触れといておくらくかなくか。僕、結婚しまして、<っ>この8月にお。おめでとうございます はい。ありがとうございます。その準備とも、等もあって、1年、1年半ぐらい前から、ちょっとリアル側での活動っていうのを、あの、少なくしたりしてるんですけど、はい。まあ、もうちょっとしたら、戻っていけるのかなって思ってます。<laughs> <laughs> 一応、最強戦とかにも昔出てたんですよ。<laughs> そうなんですよね。あ、今なんかあの、ニャーベラスさんから、新婚さんいらっしゃいと、スパチャいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 <laughs> も,うもうリーダーコールが、うん、<laughs> リーダーコールがいまだにやっぱりね、あの、なんで、何のリーダーなんですかって聞いたんですけど、僕自身も知らないんでね、<laughs> あれ、<laughs> きっかけ、なんだったんですか <laughs> いつの間にかそうなってましたね。あそうなんですね <laughs> そう。そうなんですよ。か何かのリーダーにはならなきゃいけないなと思ってるんですけど、うん、なるほどね、もう。 呼ばれた以上は。どうしたらいいかなみたいな <laughs> そうそう。呼ばれた以上は何かのリーダーにはな,ならなきゃいけないかなとは思ってる <laughs> なるほどね。え、あの、そういや、ちなみに、私、意外と南條さんのことを知らないんですけど、普段って、何を、んか何系のお仕事されてるとか、階段一本じゃないですよねあ。もちろん、もちろん、もちろん。ろんうん、えっと、仕事自体は、うん あの、聞こえだけめちゃくちゃいい仕事してて。ほうあの、研究者です <laughs> お。おすげえ今の仕事は、肩書き上というか、やってる内容で言うと、研究者になるす。<laughs> すげえすごいなんか、そんな。研究とか,かい開発とかそういう。えぇ、ー、あ、はい。す、すごいですね。なんか、 あれだ。まあ、確かに。に詳細を言えないんですよね。<laughs> や,っ <laughs> やっぱそこまで突っ込む気はないですけど、でも、そっか、でもちょっと、あの、まあ、普段ね、はい、あの、ネットでは v チューバーってことで、あの、あれなんですけど。このチャンネル顔出さないんですよ。<laughs> そうですよ。なんか不思議な。<laughs> まあ、まあ、私。ちょっ逆なんですけど。今ちょっとこちら。このチャンネル絶対顔出さない。<laughs> 確かにでもこの、あの、今のこのお顔を拝見するに、はい、研究者って言われても、はい、おおなるほどっていうような、 おか、おち達。いや、もうね、あの、自他共に認めるチーズ牛丼を食ってる顔ですから、ね。<laughs> 今流行りの。今流行ってほしくはないですけどね。<laughs> <laughs> いや、私、ちょっと前までその、チー牛っていう跡がわかんなくって、チー牛って何って、はい、真顔で聞いたんですよね、この間。ついこの間人に聞いて。<laughs> 大丈夫ですそれ聞いた人そ,そっち系の顔の人じゃなかったですよね大丈夫ですよね違いますなんか <laughs> 孫で聞いたらなんか変な顔されましたよでもちゃんと親切に一から説明してくださってその方いやそんなことない<ー>僕あの賢,賢な顔されてますよ本当に。 まあ、勉強は好きですからね、僕ね。ああ、素晴らしい。なんかそんな感じ、もうイメージが。そして南條さん、意外と背がお高いですよね。意外とって何ですかごめんなさい、ちょっと今言葉を間違ったかもしれない。なの <laughs> 僕の身長、なんだろう、あの、へ多分平均ぐらいとは思うんですけどね、そんなことないのあれそうですかね、なんか、 あのお会いした感じあれなんか思ったより男女さんでかいと思ったんですなんかホラフェスとか一緒に今年も、ね、出させていただいたじゃないですかそうですよ本当あそこで背でかい人が何人もいるから確かにかふっと思い出しても「俺でかかったっけ?」ってなるんですよね <laughs> <laughs> まあ確かにそうですね大きな方結構多かった気しますねそうそうそう まあ、ガタイがいいので、ガタイがいいという、あの、すごい綺麗な日本語を使うとガタイがいいので。<laughs> <laughs> あのー、そのせいもあると思います。同じ身長でも、やっぱり、その、僕もともと、はい、その、痩せてた時代というか、10代の頃とかって僕、あの、バドミントンで県大会とか出てた人なんで、お<ー>もう腹バキバキに割れてたんですよお<ー>で。その頃も水泳もめちゃくちゃガチでやってたんで、<ー>肩幅ちゃんとあるんですよ、ね。<laughs> あ だ,だから、こう、ガシッとした体型をされてるんですね。一応、そうですね。わあすごい。バリバリスポーツマンじゃないですかあの、スポーツは好きなんですよ。うん、ただ、球技っていうものの才能が1ミリもなくてですね。<laughs> <laughs> どうコントロールという意味でですかじゃなくてあの、ボール投げらんないですよ。<laughs> えラケット触れるのにボールは投げられないってことですかあ、そうか。はい、バドミントンってどっちかっていうと、あの、肘から先行くことが多いですもんね。そうですね。手首じゃないんで。あ手首のスナップを聞かせて、特定の場所に物を持っていくって無理なんですよね。あー。<laughs> そうか。意外ですね。あチームプレイが苦手というわけではなくて、うん ボールがダメっていうことなんです、ね、まあ陰キャなんでチームプレーは得意ではないんですけど。んだろう,どう、どう触れていいのか分からないコメントが来てしまった、ど,どうしようかな。<laughs> い,い,まあ、いや、でもあの、誰かと一緒に何かをするっていうのはすごい楽しいなと思ってはいる人ではあるんですけど、うん、どっちかって言えば、スポーツの話で言えば、本当にあの球を投げる才能が本当にひたすらにない。<laughs> <laughs> なるほどねでももうバレーボールとかだったら投げるわけではないからい行けるとかそういうことあんなあんなでかい球をどうやって相手のコートに返すんですか <laughs> <laughs> いやまあ確かにいやでもあのわかりますよ、うん、私も球にがな投げるの苦手な人なのでそうそう僕もだからハンドボール投げるときに体育教師に、はい。 すごい注意されましたもん,ん。上に投げるなっつってんだろって。<laughs> いや、前に投げれね,ねえんだって。<laughs> <laughs> 話すタイミングがわからんってやつですね。そう。垂直飛びとか、はい、なんかそういう反復横飛びとか、うんうん、いろいろあるじゃないですか。体力測定みたいな。ありますね。あれ、なんかその背筋とかも、背筋、高校生の時に百何十キロあって、あ 私。うん、垂直飛びもなんか、学年で一番飛んで、とかなんですけど。すごい。瞬発力もあるんですね。持久力もある感じです。くそう。悪力とハンドボール投げだけが女子以下 <laughs> か。握力、手、手か。そうなんす。僕、悪力両手10キロ台なんですよね。10キロって <laughs> 女子だ。女子ですね。じょ,じょそう、女子、女子の平均、 か、それ以下ぐらい。えー、全然だから、物がつかめないです <laughs> <laughs> 手作が、手作がね。あとはもう、体でガーっていくやつは何でもいい感じなんですね。そう,そうですね。だから、持ち上がらないんですけど、うんも、誰かに持ち上げて持たされると、背筋は人以上にあるんで、持てるんですよ。うんうん、<laughs> でも、地面に置いてあるものは持ち上がらない。<laughs> 面白い。過去の友人に何人にも怖いって言われてる。怖いなんでああ<ー>。なん,なんでモテるのに持ち上がんないの <laughs> めちゃめちゃ言われてきましたね。面白いですね。まあでも人にはやっぱ得て増えて万物が与えられるわけではないということですよね。そうですね普通ほら持久力と瞬発力どっちかが上だったりするけど両方あるけど、うん、ただ。 うん、手で持つのがダメってことですもんね。その <coughs> ダメですね。もう、もう <laughs> <laughs> 引っ越しとか大変ですああ、引っ越し辛いですね。あれじゃあ、あの、あれですかそのご結婚きっかけで引っ越しとかもされたんですかやっぱり、最近。あはい。8月にしました。バタバタされたんですね。ですね。だいぶバタバタした。 今だからやっと、ああ、バタバタしてたなって思えるようになってきたくないですか <laughs> やっとじゃあちょっと、あの、落ち着きを取り戻しつつ今あるくらいですかねうーん、やっとって感じで。<laughs> そうか。え、じゃあちなみにそのご趣味とかもスポーツ関係ですか、うん、あ、えっとね、趣味で言うと、うん、その、スポーツよりはどっちかっていうとアウトドアの方が好きで。うーん。 例えば、キャンプとか、あ,<ー>あとはその、登山、ハイキングあたりっていうの、足を使うものは好きなんですよね。あなるほど。うん。で、一人で、独身時代はキャンプとかもしてましたし。えー、え、え、そうですか。一人でキャンプ。うん、最近、流行りですよね。なんか、その、それこそ、あの、ちょっと前、コロナ禍とか、すごい流行ってた。え、ねね、めちゃめちゃ流行ってましたね。ねえ。 う,ん、うん。なんかもうちょっと<れ>お、ごめんなさい。奥武さんが、うん、あの、なかなか景品が取れない UFO キャッチャーのアーム状態って聞いてました。あ、それです。それです。すごいアームがへちゃってる、あの、UFO キャッチャーの。<laughs> スルンって抜けたやつね。あの、持ち上がって落ちるんじゃなくて、持ち上がらないタイプのやつですね。<laughs> 100円入れた時点で、あ、ダメだってなるやつ。 あ,あとなんかあれですね。重量なら上げれるけど、懸垂ができないっていう。あ、懸垂できないですね。あ,あ、やっぱじゃあ掴むやつが。懸垂って大抵その年一の、学生時代とかと年一の体力測定ぐらいでしかやんないんですけど。あ、確かに。その時に、だからもう本当、アニメの主人公みたいにもうここでどうなってもいいって思いながら手に力入れてます。<laughs> <laughs> 俺はこれをやりきって死ぬんだみたいな感じで、<laughs> あの、恥ずかしい記憶を出さないようにしてました。恥ずかしい記憶って何ですか <laughs> だって、普通に、あ、つらいって言って手離していいんだったら、一回できないですか <laughs> <laughs> ああ、確かに。でも、そうですね。お下にはきっとなんかあの、針の山があるぐらいの勢いでいかないと。 あ、もう、ほんとそのイメージで、やってたんで、はい、だから、一回ごとに、なんか、本当に、なんか、すごい、うなり声を上げているもんですから、周りの記録が落ちるんですよね、笑っちゃって。<laughs> <laughs> すごい怒られましたね。お前、やめろやっていう。え。<laughs> そうですか。いや、面白いなぁ。 いい引き出し持ってらっしゃいますね。さすがですね。さこんな話初めてしましたけどね。<laughs> いや、もう絶対なんかいろんな引き出し開けたらいろんなものが出てきそうな雰囲気を感じますよ。そうっす。学生時代は、まだありますね。<laughs> あるよもう、待って、じゃあ、ちょっと次来た時は違う引き出しをちょっと開けていただいて。<laughs> <laughs> また掘り下げて。 み <laughs> たいと思います。あそういや、そのね、そのフェスフェス、さっきフェスの話題出ましたけど、今回、配信がなかったんで、見られてない方、ほぼほぼそうだと思うんですけど、面白かったですね、今年も。今年本当に楽しかったっすね。え。なんか、去年。も去年もね、うん、楽しかったですけど。そうですね。うん、去年の経験があるんで、こうだなっていうのがある程度分かってたので、<laughs> はいはい、なんか、その分楽しめました。あの やってる側もそうでもあれだったらこ,これ言ったらちょっと怒られるかもしれないですけど来て僕と合流した瞬間喫煙所どこにあるかは忘れてた,ててたじゃあ違う私あのあ,あれなんですよ方向音痴なんですよ基本的にで自分がどっから来たかたど, <laughs> どっから来たか分かんなくなっちゃうっていう <laughs> テラスに あったよなってのは覚えてたけど。そうそう。何階,何階のテラスだったか。<laughs> <laughs> このドア、えわ <laughs> かんないですね。本当自分の楽屋に帰るのも一苦労ですよ。あれ。あの日って結構演者の人たち階段の上りより激しいですよね。そう。そうなんですよ。意外と疲れちゃう。<laughs> そう そう。もうほんと、そうなんですよ。エレベーターじゃなくて階段でね、もうほんと、4からウロウロしてますもんね、上を。うん。そうそうそう。そう。もう最後ヘロヘロですよ、だからあの日。家に帰れるかどうかっていう膝で。うん、僕も、去年も今年も帰り、電車乗ったら、はい。足がもうズキ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 してた<ー>。ああ <laughs>、一生。 もう歩けないって思った途中でもう歩くの嫌だってなんか泣こうかと思いましたもんでもあれなんじゃないですかそのはいああだホラフェスに出るとちょっと健康になれるっていう側面もあるかもしれないですよそうですねプラスに捉えるい <laughs> いやあ面白い、まあ、今回もねそのイベント面白かったんですけどそうですよあの南條さんといえば、はい、そ知り合ったきっかけが亜美さんを通じてでそうです 最初っていつでしたっけ、うん、ど、どの時での僕はね、絶対覚えてるんですよ。最初の時って。なんでかっつうと、はい、僕が、生まれて初めて、はい、あの、お客様からお金をいただいて会談をするという舞台が、しずくさんと一緒だったんですよ。<laughs> あれ <laughs> あれどれだ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 僕が初めて初舞台を踏んだ場所っていうのが、渋谷階段夜会の先駆けっていうイベントだったんですよ。あー はい、そうあのとその時なんかなたさんとかもいて井山さんとかもいていらっしゃいましたねずらーっと横に結構な人数並んでそうそう圭そう<あ>さんとかもいたん確かにあいたああ、うん、そうですね僕はもうは <laughs> 初だったからもう一生忘れないっすねあの時確かかになんめめちゃめちゃゃ カチチンコにななってませんんでしたなんかあの <laughs> <汗> <laughs> 目,目どこ見てるのかわからない感じでしたよね確か <laughs> いやもう僕は未だに楽屋にいるともうおえってなってますから <laughs> 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 そうそうそうへーそうそう,そうめっちゃ緊張してますなんかこうちょっと斜め下を見てブツブツ言ってらっしゃった記憶がっすらありますねいやもうだって 生まれて初めて喋る場所で、大好きな人たちのと一列に並んで、<laughs> 3桁の人たちですよ。<laughs> <laughs> 最初がデカすぎましたねで。で、イベントの看板も大きな大きな階段じゃないですか。その看板がね。<laughs> そうですね。めちゃくちゃ大きいじゃん。そう。そうです。で僕なんぞが傷をつけるわけにはいかんと。 絶対に失敗できない。しかもあの時、ね、なんかあの、取材が入ってたじゃないですか。入ってた。でしょそう <laughs> で。やばいと。<laughs> 絶対ここでなんかやらかすわけにはいかないっていう状態でしたよね。うん、本当に、未だに覚えてる。<laughs> <laughs> いや、懐かしいなそうでしたね。だあれ自体が5年。 ぐらい前 ?5 年以上前ですからね。そうですね。え、じゃあ、その、アミさんに声をかけてもらってて、アミさんと絡みが、いや、そもそも、階段をどこで始めておられたんですか、はい、最初って。あの、もともと全然別の仕事をしてて、はい、その今、さっき言った話、さっき言った仕事とは別の完全に違う仕事をしてたんですけど、それを、はい 8年勤めた会社が傾いちゃって辞めたんですよ。うんはい、で、一回実家帰って、半年心を休ませようと。<laughs> 休んでる時に、暇じゃないですか。はいうん、で、ネットつけ、ネット YouTube とかニコ動とかつけたら、うん、なんか階段とか、その、最初心霊動画とか見てたんですよ。はい、でも、 その中に、そう、そういうのばっかり見てると、おすすめが、そればっかに染まっていって、ああ、はい。なんか、ライブって書いてある。はいはいはい。俺、心霊の動画とか、心霊写真とかで検索してるのになんでライブえと思って、見たら、普通に、その、テレビの中、じゃない人が、配信上で怖い話をしてる。そこで初めて知って、<laughs> で、そしたらその、 直後ぐらいに、あのー、ホラフェスでも一緒だったの、UN c a n さんの、うん、生配信で怖い話のトツ待ちをやってるっていうのを見て、え、こんなすごい配信あんだで、ずっと見てたうん、うん、見てたら、そういえば俺、同じような思い出あるのっなって、ツ行って喋ったのが始まりっすか、ね、<ー>そこからずっとツ行って喋って、 る中で自分で取材してっていうのを始めて取材した話が100話になるなって思ったんでじゃあなんかその結局解談で怖い話の場合って要はトラウマを話させてるようなもんなんでなんか恩返しがしたいと体験者の人に恩返しできることないかなって思った時に自分が当時今ほどこんなに喋れなかったんですよ。 <laughs> <laughs> なんで、えー、面白いことも言えないし僕にできることは階段しかないからって言って自分のチャンネル立ち上げて一人で百物語やったっっす,、ね、すごい始まりです最初がすごいあ,あそうですかなんか他の人とは多分きっかけが全然違う感じではあります <laughs> まあ確かにあの恐れ知らずの皆さんとかはもっと古い時代に ネットで階段をなんかちょっとみんなでやろうぜのノリからやっぱり入ってったみたいなことを。だから、まあね、ネットで初動があるっていうのはあれですけど、と待ちっていうのは確かに少しあれかもしれませんね。うん、あ、そうか。で、その後じゃあ、アミさんと知り合われたって感じですか、うん、そうですね。<laughs> でも最初 もちろん僕、その階段喋り始める前からテレビとかで見させていただいてて、この人の階段すっごい怖いって思ってたんですよ。微 <laughs> さんのことを <laughs>。めちゃくちゃ怖いなって思ってて、<笑><笑>で、その、とある場所でいらっしゃってて、で、何回かそこでたまたまお会いする機会がありまして、である時に、ある時から名前を呼ばれて、<laughs> ななん何年、 だったか忘れたんですけど、年末のもう、本当今年最後みたいな時に、もう今年も一年お世話になりましたって、また来年もよろしくお願いしますって店出たら、アミさん出てきてくださって、名前呼んでくれて、え、に、え、認識されてたってなって、<laughs> めちゃめちゃ幸せな気持ちで帰った記憶に。<laughs> <laughs> そう、アミさんお客さんのことね、すごいあの見てたりとか覚えてらっしゃったりとかしますもんね、ちょっと絡みがあった方とか。嬉しい。うん,うん。さすがだなって思います なるほどそれで、どのタイミングか分かんないけど、リーダーって呼ばれ始めたってことですね。そうですね、なんか気づいたらそう言われてた。<laughs> な僕もいまだに何のっていうのが分かんない。確かそのあの、先駆けの時にはすでにリーダーだったと思うんですね、私の記憶の中では。<laughs> 多分そうですね。だし。<laughs> あの、回答句に出させていただくときのサムネイル、絶対にリーダー、かっこ何条あ、なんか、<laughs> そうそうそう。リーダーの方が先なんだよね。<laughs> 普通逆なのに <laughs>。面白い。いや、でも、あの、結構ね、あの、アミさんが安心して、最近どうですかってお話を振って、はい、最近ですね、<laughs> って、あの、素で入る、<laughs> もう、なんと <laughs> <何の S 2> <や>、なんの、抵抗もなくする とこ階段にこう入られるスマートさが毎回すごいなと思って聞いてます。<laughs> <や>本当に。なんかもうあそこで雇ったらダメかなって、なんかむしろ普段どってる部分、ああいう時にスッと入ったらおもろいかなって,って。確かに。全くどうじない <laughs> 毎回僕出させていただくとあるんですけど、あの流れうん、うん、な,なぜかあるんですけど。<laughs> いつも、いや、今日ぐらいはきっと、 パターン外してくるんじゃないかな <laughs> 来るんじゃないかなって思ってて、でも来るから、また心臓バックバックの状態で、あ、今日、あの、最近のお化けなんですけど、<laughs> そう、<laughs> 最近のお化けなんだす <laughs> でも,も、最近、もう、あの、振る時点で笑ってますから <laughs> <laughs> うそうそう。こらえて。ニコニコしてる <laughs> そうだから<や>先ほどそんなに喋れなかったっておっしゃってたのが全く。いやー、配信さ、配信でそのリスナーさんたちとこう喋ってるのをずっと毎週続けてって、うん、やっと普通に喋れるようになったっていう。いや、でもそれ多分、もともとそういう才能があって、で、 その磨かれて、今まであんまりそういう筋肉を使ってこなかったんだけども、実際問題、もともとやれたから、やったら上手くなったってことだと思うんですよ。できなかったらいつまでたっても上手くならないので、ああいうのって。<ー>向いてたのなんかそ,はそんかてあ喋、まあ、るのは好きでしたからね、昔からね。うん。ちなみにその、なんかそういや自分こんな体験あるわって、あの、 話、とつまちのね、他の人の話を聞いてるうちに、はいはい、自分もそういう思い出あるわ。で、もともと階段が好きだったのか、それともその、実体験が先だったのか、ど、どっちですかあ、もともと、なんか好きだけど怖いっていう感じだったんですよ。っていうのも、母親がめちゃめちゃお、こう、お化け好きで。<laughs> ちょっと待って <laughs>。 何ですかその言い方も変かななんか、そのホラーコンテンツが大好きな母親だったんですあそれだったらかちっちゃい小学、そう、小学生とかの時に、はい。世にも奇妙な物語とかの,の音楽って、もう聞いただけで怖いじゃないですか。あわかります。そうですね。やめてよってなるんだけど、はい。絶対にやめてくれなかったんですよ。で、はい。そう、世にも奇妙な物語って、 怖いだけじゃないじゃないですか。た、た、た、確かに最初の1話目、2話目とかはちょっと怖いのあるけど、うん、その後後半のやつとか、なんかちょっとひょうきんな話とか入ってくるじゃないですか。はい。で、うそういうの見ちゃうと、あ、あの音楽流れててもう全部怖いわけじゃないんだ、なって、はい。だんだん見れるようになってて、でも小学校、高学年ぐらいの頃はもう図書室に行って、学校の階段っていう、<ー>なんか本読ん、友達読んでました。でも友達読んでた。<laughs> 一人で読めなかった。<laughs> かるそうですよね。興味はあるんだけど、だって怖いしっていうのもあるし。そうそうそう。結構昔そういうコンテンツ、テレビ、多かった、テレビでもね、多かったですし、図書館にも結構ありましたしね。あ、そうか。<laughs> ちょっと、お母さんもお化けが好きだったっていうのは、ちょっとびっくりですね。なんか、母方のじいちゃんがちょっと変な人だったっていう話を僕は、まあ、僕生まれちょっと前に。 母方のおじいちゃんでもう亡くなっちゃった人だったんですけど、はい、その人がちょっと、なんか、逸話のある人だったというか、なんていうの、変な、変な人だったんですよ、とにかく。うん、あのまあ、北海道の人だったんですけど、うん、突然、軽トラ出して、ちょっと行ってくるって言って、バーって出てって、何しに行ったんだろうね、なんて言ったら、軽トラの荷台に、なんか人がギリギリ運べる大きさぐらいのでかい石積んで帰ってきたんですよ、一個だけ。 何それって言ったら、いや、これがいいんだよ、これがって言って、あの、家の裏の畑にドーンって置いたり、翌年から大豊作とか。へー。その、北海道の家に、開かずの間があるんですよ。二階、二階に開かずの間があるんですけど。なんとそこに、突然、家族、だんだん夕食食べてたら、あ、そうだ、行かなきゃって言って、あの、北海道なんで、床下に室っていう。はい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 。うん 天然の冷蔵庫みたいな空間があるんですけど、そこから一生身出してきて、うんで、ちょっと行ってくるわって、あーって、誰も入るなよって、家族にずっと言ってるその、あ、ずの間に一人で入っていって、うん、ね、どうしたのっていう話をしてたらしいんですよ。そしたら、上から一 <laughs> 人しか行ってない。その自分の親しか行ってないはずなのに、複数人の会話と笑い声が聞こえてくるっていうのを下の家族全員聞いてるとか、 ええー。僕のじいちゃんはそういう人だったらしくて。はあ。なるほどね。変っていうのは、かそういうの、心理系と、の、と関わりがあったっていうか、まあ、見えてた人っぽい感じですよね。見え、なんかね、見えてるかどうかっていう、なんかね、明確にう、うちのじいちゃん、お化けを見えてたっていうエピソードが一個も聞いたことないんですけど、うん、あの、国鉄の車掌をやってた人だったんですよ、この人が、うん、おじいちゃんが。うん、で、 あの、一個だけその、その、車掌自体の話聞いたことがあるのは、はい、なんかその、あ、今日ダメだって、今日ダメだから気をつけようねって言うんですって、うん、うちのじいちゃんが、うん、同僚にで。そうすると、その日は絶対事故が起きる。へえ<ー>過去しなーとか新人に言ってる日は、ああ、今日起きるんだ。だからどんなに注意しても飛び込んでくるとか。へえ ああそっていうのはそうでもそ,そこまでいくと単に勘が強いとかそういうレベルじゃなくてなんかちょっとこうお告げ聞いてるぐらいの勢いですよねなんかななんか変ねか普通の何にも分かんない人からしたら変でしょう,ーんうんすごい。だから<ー>ね僕が生まれる前に亡くなっちゃったっていうことだったんで、はい、あった 会えなかったですけど、今にして思めちゃくちゃ話聞きたい人です <laughs> そうですね。本当に取材をしたくなる人だ、うん。そう,そう,そうな,なるほどね。だからそういうお,おじい様だったからお母さんもそ,そっちに。そういうのに興味が興味あって、そういうのそういうホラーの番組とかオカルトの番組とかめちゃくちゃ見てたし。うんうん、でしたら、ちっちゃい頃なんて家にいるから流れてるわけじゃないですか <laughs>。<laughs> もうね、強制的に見ることになりますよね。うん そうそうそう。いや、まあ、だからそうやってね、親の英才教育によってですよ。なんかそういうの、うん、あ、そうか。じゃあ、その頃から好きで。で、お、お化けの、お化けはどうなんですかなんちゃうさん。言い方、<laughs> <laughs> <laughs> 中途半端なっ <laughs> 僕自身の話。<laughs> 僕自身のお化けどうですかえっと、僕ね、はい。えっと、見えるかどうかって言われたら見えないんです。明確に見えるわけじゃないです。 って言うんですけど、うん、でも、体験はあるっすね。おな、うんか、不思議、な、うん、あれなんだろうぐらいだったら多分みん、なんつうの気にしてないだけでみんなないって言ってるだけで、なんかあるんよねって。はいはいはい。気がその調べてないし、気にしてないから、かい、うん、その、階段としてなってない、みたいな。うん、のはいいある。 よねとは思うんですけどそうじゃなくて明確にあ,あれやばいなって説明つかんわっていうのは何個か入ってありますおおちょっと後半基本的に後半階段寄りのお話をする感じなんですけどちょっと実体験だけちらっとどれか聞かせていただけたら嬉しいですかねその例えば一番最初にそれおかしいって思ったのが何だったとか何歳,<あ>何歳ぐらいの話だ一,番一番最初はね小 ですね。小歳。11歳ぐらいの時に、塾通ってたんですよ。はい。で、個人系の塾で、教室数が少ないんで、小5になると、小学校3年生のクラスが終わるのを待たなきゃいけなかったんですよ。<laughs> あの、前の道で。一車線の道だったんですけど。<laughs> で、待ってたら、隣の学校から来る同じ塾のやつがバーって来て、なんかあそこの踏切で事故あったらしいぞ。めちゃくちゃテンション高いんですよ。子供だから。<laughs> えー、マジでみたいな。大人だったら、いや、まあまあ、そういうのはさ、みたいになるんですけど、子供だし、そういうの、あんまき、そんなセンショ、センセーショナルなニュース入ってくることもないから、マジでみたいな。<laughs> で、終わった後に、じゃあ見に行こう、みたいな話になったんですよ。<laughs> 終わったら当然もう、あの、全部片付けられてて、あの、熟のすごい一番近くの、交差点一個曲がったところの、電車の踏切だったんですけど、 で、もう何もないと。静かな踏切なんですよ。うん、で、ああ、何もないね、みたいな。な、したら、当時、私鉄のその、視線みたいなところだったんで、結構古かったんですよ、機材が。だから、うん、こう、踏切の線路の中の、その、踏切の段、なんだ、線路との段差をなくしてるコンクリートと、 ってあ,<ー>あれが木だったんですよ。ロくて。<laughs> 5, <点>はいはいはい。で、その一番両側にこう白い白線が太く引かれてるんですけど、そこを指さしてる友達がいて、いやあれそうじゃねえとかって言ってみんなで空いてる踏み切りの中だーって6人ぐらいで入って、見たらやっぱその茶色い染みみたいになってるんですよ。おお<ー>洗い切れなくて、木に染み込んじゃった,みたい。うわーってなって。でも僕とかは結構その、 家でお経とかあげたり、お盆の儀式とかもちゃんとやってたお家だったから、こう、手合わせたりしてたんですけど、そしたら、一人がなんかめ、めちゃくちゃ煽ってきて、なんでお前らそんなことやってんのもう、女子、ぶち切れですよ、そんな、茶化すやつ、いるから。うんうん、人が死んでんだよ、とかって。喧嘩になるから、うん、とりあえずちょっと、あの、踏切りから出よう。で、もうなんか、嫌の嫌に言ってて。そしたら、 急に踏切がカーンカーンカーンって鳴り出してる。ビクッてして、え電車動いてたんだっていう事実にまず1個目全員でびっくりしたんですけど。えええな、なんだこれなんだこれなんか変だよねみたいな話になって。自分らが最初にその踏切の中に入った時って、電車が行った直後だったの。直後だったらほら。 何分か来ないの分かるじゃないですか。はいはい。踏切上がってすぐ入れば。うん、時計見たら3分ぐらいしか経ってないですよ。うん、おかしいおかしいって言って。そしたら今度また茶化かしてきたやつがお前だら計算もできねえのかみたいな。上りと下りだから、電車7分おきに来るんだったら、3分とかそれぐらいで来るの当たり前でしょ反対側がっていう話になって。うん。ああ、ああ、そうだね。ああ、よかった。 な、なんか、そう、みんな、怖い気持ちが蔓延してたんだな、そうだな、って思って、パッて踏み切り見たら、さっき行ったのとほ、同じ方向の電車来てるんですよ。うん。それはないってなって。うん。みんなに言おうって思った瞬間、電車バーって来るんですけど、その時にこう、バーンって警敵をこう、鳴らして、うん。通り、ガタガタガタって通り過ぎて初めて聞いたんですよ、警敵というものを。うん。あまりにも音が大きくて、みんな、うわーってなって、耳塞いで目閉じて、みたいな感じだったんですけど。 家帰って、ちょっとじいちゃん、時刻表見せてよ。<laughs> 自分の時計見てるから何時何分に電車通って、覚えてるんですよね。うん、電車通ってないんですよ。うん。で、僕、これ未だにその時のクラスメイトたちに言ってないんですけど、うん、みんな警的だった、警的だって言うから僕は今、警的だったって言ったんですけど、うん、僕の耳にはどう聞いても、うわー って言ってる声にしか聞こえなかった。<laughs> っていうことが称号の時にありましたね。怖わ<っ>怖 <laughs> そう。それはじゃあもう、あの、再現みたいなことですよね。その、そうそうそう,そう。ね、その実際に事故があった時の、記憶、土地の記憶みたいなものをみんなで見たぐらいの、 うん。なのかなと思うんですけど。<い> <laughs> あれはほんと、物理的にじゃあ俺ら全員6人で見た電車なんだったんだし。電車自体が記憶なのかもしれないですよね。もその、惹かれる瞬間のっていう。そう,そう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 。その土地に焼きついたなんか記憶を再生したぐらいの感じで見たか。うん その電車の中とかどうなってたりとか気になりますけどね。もう、だって、あの、電車の真横で警笛を聞くとうるさすぎてもう、うわ,うわってなるんですよ。なるほ、ね、もう、車内を見るとかできないっすね。だ今だったらね、それこそ体制があるし、あれですけど、そういう状況に置かれたことがない、要は、お化けが出るかもしれない。人が死んだ場,場所である、みたいなのを、 初めて経験している10歳、11歳の子たちが、そんな冷静ではいられなかったっす、ねうん、そうです、ね。みんなうわーってなって。うん、まあでも普通に考えたら、電車が警笛鳴らすのって、例えば踏切の近くに人がいるからその注意を促すんだとしたら、ちょっと、ま、手前、それを視認した時点で、ファーンぐらいの感じじゃないですか。そう,そうなんですよ。それを真横で鳴らしてること自体がもうおかしいし、そ<う>実際ね、南條さんはそれが。 形的な音じゃなくても、も悲鳴に聞こえたってか、断末魔に聞こえたわけですよね。そう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 。男の人のうわーとかギャーみたいなこう。うで、もぶブツて切れるんですよ。ああ。ああ、怖い。怖い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 。ああ、もう。もうそれあれじゃないですか。もう衝突後、衝突時に切れたみたいなことでしょ、その声が。そう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 。うわもう、そうなっちゃうよね。 だから、は、もう、こうだったよねって聞き返すのもあれじゃないですか。やっぱその思い返すのもあれだしっていうのもあるから。そうですよね。うん、うわああ、でもその、やっぱり一人だけね、それが経緯的じゃなくて、その、声に聞こえたって、やっぱそ,のそういうご家系というか、やっぱりお,おじいさんの血を引かれてて、若干人よりは、 気づきやすい。それが普通じゃないって気づきやすいような、えっと、体質というか、感をお持ちなのかもしれないですね。かもしんないですけど、やっぱ、なんか、なんていうんですかね、お化けは正直、なんか、いてほしいって思ってる人なんで。<laughs> うーん、まあ、それはあれですかやっぱその、この世を去った人があちらで、あ、っていう。違うんすよ。 完全に利己的な理由でなんですけど、うん、僕あの死ぬのがめちゃくちゃ怖いですね。出た。それ、な、それですよ。なんかそういや前、<の>ゲスト会の時にん喋りませんでしたっけど、この話。読んでいただいて。そうそうそう僕。死恐怖症って言われる類の人間でして。分かる。棚トービですよね。私もそうなんで。ほん突然仕事中とかでも、 そのあ、死んだらこうなるよな、みたいなのが、実感を伴って襲ってきちゃって、もう、全身冷や汗かいて手触れてきちゃうとか、うんうん、普通にある。わ、うん、かる。わかるわかる。めっちゃわかる。だから、お化けいるっていう僕の中の確信が持てたら、あの、正直その恐怖って和らぐじゃないですか。だって、死んだ瞬間終わりじゃなくなるから。うんそうですね。なんか。 嫌ですね。いや,やめようこわ、もうダメだ。なんか、すごい <laughs> す、すごい今なんか、あのー、今放送中だっていうのを忘れそうになる。その、あんまりかんそっちを考えてると。ね、なんかもう本当、そうそうそう。こ,れこういう話した時の夜とかなかなか寝れないですもんね。わー、そうなんですよね。そう、ただでさえ寝るの下手なのに寝つきがすごい悪くなる。なんか目閉じちゃって、その後目が覚めなかったらどうしようって <laughs> そうそう。考えちゃうんです。なんかそうです 絶対ありえないのに、なんか、寝るってどういうことなんだろうみたいなことを考え始めちゃってダメです<ー> <laughs> はいはいはい。頭が覚醒状態ね、興奮状態になっちゃって。あれめちゃめちゃなんか、ねそうそう。寝るきっかけどうするんだったっけありますよね。ねいやー、いろんな意味で怖いわ。怖くなってまいりました。<laughs> <laughs> 本当に。<laughs> 身の毛が、ちょっと寒いイがすごいです。 <laughs> ね、ちょっとね、さっきコメントね、すごい上手いこと言ったなと思ったコメントが1個あったんですけど、あれどこだっけな<い>あ、手ではつかめなかったけど、話の上手さで人の心をつかめたんですねってコメントいただいてました。ありがとうございます。<laughs> <laughs> そう。すごい、なんでうま,うまい。上、う、手、ん、い、上手いですね。しかも、 あれですよね南ンさん、お声がそもそもいいですよねあ、そうですかうん。イケボってよく言われませんかよっ。<laughs> た、たぶですけど、見ない、あっても見ないようにしてるから、僕の記憶に残ってないと思います。<laughs> なんで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 すか <laughs> あのー、なんですかね。あのー、あまり褒められるということをこう経験せずに大人になったものですから、褒められた時にどう返していいかわからないんですよねあ<ー>。<laughs> ああ、わかる。ちょっとそういうとこ、ちょいちょい、あの、私すごいわかるって思うところがあって嬉しいな。そうですよね。わかりますよ。そっかそっか。 毎回ありがとうございますって言い続ける、同じこと言い続けるのもなんか申し訳ないじゃないですか。うん、そうですね。なんか本当取ってつけたようなセリフじゃないですか、それって。<laughs> そ,うそうそうそう。そう、なんかね。ちなみに、あの、すいません。話がだいぶ、あの、最初の頃に戻るかもしれないんですけど、あ,全然全然あの、はい、奥様にはどこに惚れられて、その、<ー>な慣れ初めというかど、どういう感じでこう、 本と知り合ったきっかけが会談だったんですよ。で、<え>僕、<laughs> あの、なんかお話ある人は取材、うん、あのさせてくださいっていうのをずっと言ってて、うんうん、そしたらその、とつち時代から見てくださってで僕のことを知ってたその彼女が、あの、こんな体験ありますって言って、うん、で、あの、僕、基本的にもう、 文字の方が楽な人は文字で送ってきていいよって。で、喋った方が楽な人は、僕、こっちで、あの、聞きながら打ち込むから、うんうん、そう、喋り、あの、通話繋ぐよって言うんで、やってたんですよ。取材を。うんうん、で、その時に通話して喋ってて、まあ、当然喋ったら、ね、あの、通話繋いだ瞬間、ね、あの、じゃあ階段お願いしますと言えないわけで。そんな、んそんな淡泊なやつおるってなるから。<laughs> <laughs> 人としてね、なんかこう、やっぱりコミュニケーションはね。<laughs> そ,うそうそうそう。ありますよね。で、やっぱなんか向こうもやっぱあんまりそういう取材ってされたことなかった。まあ当然そうだと思うんですけど、ね、な、うん、あの、だからちょっとほぐさなきゃなと思って雑談してって、で終わった後も雑談してて、うん、で気が合っちゃって、感じですね。う,ん、うん。どの辺がで、あのね、僕の真逆なんですよ。ほう。え、面白っ。<laughs> うん。<laughs> た、例えば、例えば。<僕> 性質的にすごいセカセカしてるタイプなんですね。はいはい。なんですけど、すっごい、こう、おっとりしてるというか、ふわっとしてる方なんで、うん、あの、長く自分の人生を考えたときに、あ、この人と一緒にいたらきっと、もうちょっと、こう、おおらかな人間になれるかなって。まあ、実際、3年以上付き合ってたんですけど、付き合ってる期間。 <laughs> まあその期間の中でやっぱ、あ,あ影響受けてんな、やっぱって。なんか、その僕自身が昔だったら白黒つけなきゃって思ってたことが、あ,あまあ、いっか、そのうち解決するべって思えるようになるようなこととか、そういうその思考が自分が求めていた方向に自分が影響されているなっていうのもあったし、めちゃめちゃ年下なんですよ。ほう。<laughs> 9個下で、ね。お <laughs> おおお大丈夫かな大丈夫ですよね大丈夫です。成人してます。大丈夫ですよ。全然、全然。<laughs> 当然成人してます。9個下で、超遠距離で、付き合って半年、うん、コロナなんですよ、世の中。あららららららら,ら,らそんな中、いろんな男女問わず、こう、当時最強戦とかも出てたし、うん、あの、いろんなね、男性女性と絡んでいく僕、 というのに、やっぱり不安だし嫉妬もすると思うんですよね。うんそうですね。当然。それをちゃんと耐えて、うん、ちゃんと大人になってくれて、うん、さ、甘くさえ僕が結構ナーバスになってる時期に支えてまでくれた人であったし、うんうん、最終的に、うん、その、私はあなたより10、ね、十個近く若いんだから、うん、私の人生の最後、 一人で過ごさなきゃいけないのよそれでもいいと思ってるから、あなたと結婚したいって思ってるのよっていう言葉をかけてくれて、あ、もうこいつしかいねえと思って。なん, <laughs> なんとなんとなんつーそこまで覚悟してるんだったら、もう、それはもう僕はもう何を自分の命よりも優先性なばならんと思って、今に至ってるわけです。うん、素晴らしい。 よくそんなあの若いみそらでそこまでこう大人になるというか、ね、ねしっかりした奥様、すごい。そしてそういう方とご縁があった南條さんもすごい。ねびっくりしました。えー、普段はさ、ふわーっとしててさ、んはい、<laughs> なんかおっとりしてるのになんか、うん そういう一面を会話見せてくれるから、こう、うん、まあ、居抜かれますよね、それは。それはそうですね。うん、うん。人としてしっかりしてらっしゃるでしょう、そのもんね、人としてできてる。そ,うそ,うそして、このギャップ萌えもありますよね。その、ふわふわしてる方がそんなピシッと言ってくださったら、うん、そして、こう、落ち着いてて、自分とは違う、そうそう自分にいい影響を与えてくれる女性ってなったら、もうそりゃ、絶対話しちゃいかん人でした。うん、そして、よかったですね。ちゃんとその、コロナの期間を乗り越えて、 こうしててゴールインされて、うん、そうっすね。<ー>だまだまだね、新,新婚旅行とか、結婚式とか、まだまだ、やんなきゃいけないことはすごい盛りだくさんではあるんですけどね<あ>。<laughs> そうなんです。あれお式の方はまず、まず、うんうん、もう、まず結婚したっていう状態なんで、今。はい,はいはいはい。じゃあ、お式は、あれなんかそういや、近いうちに、近いうちに。とか、まあ、1年、2年以内には、 結婚式あげないとなってい。う,んうん、うん、じゃあ、あの、階段会が総出で行ってみんなが階段するっていう、あれですね。<laughs> ちゃちゃちゃ <laughs> <laughs>、あの、嫁さんも階段やってますとか、嫁さんも配信者ですだったら、あの、うなんとか説得でそれをか、ね、僕もやりたいんですよ、それは。それは僕もやりたいんですよ。でも、あの、向こうは、一応、あの、形式上というか、一般人なので <laughs>。そんな、 いきなり、画面の向こう側の人とかね、あの、いっぱい来てくださるような場に放り込むなら、多分あの、2ミリぐらいの身長ぐらいまで萎縮しちゃうと思うんで。<laughs> それに、あの、そうですね、あの、ご,ご親族の方がなんだって思いますよね、そうなってくると。このめでたい席に、なんでめでたい席に何ちゅう話をしとるんだってことが起こる可能性がありますからね。 新動進歩大盛り上がりみたいな。そうそうそう。そこだけねえ、披露宴やったとしたらもう前の、前のねえ、一席二席のテーブル以外が全部湧いてるけど、親族たちの前のテーブルだけどなんでってなってるっていう。<laughs> それはそれでシュールですけどちょっとねさすがに結婚式はあれですけど面白いですね、うん、楽しそうそしてもうこれからね同じご趣味は持たれてそれでも持たれてるわけじゃないですか性格は、まあ、逆っておっしゃったけどそうですね、まあ、階段好きですしその同じあの携帯のアプリとかも向こうがつけ始めた頃にこういうゲームあるよって や一緒に今も一緒にやってるゲームとかもありますし。ああ、ゲームの趣味も合ってるってことですね、じゃあ。あっていうか、向こうが好きでずっとやってたのを、うん、僕が始めて、で、一緒にやるようになった。 まあ、何もう仲良すぎるし、そしてあの、まあ、確かにね、そう、最初私打ち合わせの時に何だったら幸せのお裾分けくださいみたいなことを言いましたけど、確かにちょっと、あれですね。<laughs> <laughs> 幸せがすぎるってです、ね。そう。だんだんちょっと <laughs>、くっそーってなるか。<laughs> どうすだから。 ねしそ,うそういう話で振っていいんですかと全然いいですよって。いや、でもいいもうあんたの幸せなおすそ分け、本当ありがとうございます。もう、んだろう。よかった。あの、ね、もう今、いいですよ。前半もう、楽しい話、そして、あの、怖くなって、今、めちゃめちゃ和んでね、いい流れできてるんですけど、1時間経ったので、はいはい、ここで一旦休憩を。そうなんですよ。はい、びっくりしちゃった、今。 2時間経ったので、一旦ここで休憩挟ませていただいて、一はい、戻ってまいりました。皆さん大丈夫でしょうかそして南條さん、戻ってらっしゃいますか、はい、あ、ありがとうございます。じゃあ、後半入っていこうと思うんですけども、すいません、先ほどですね、前半の最後、割と休憩いかなきゃって、ぶっつって切ったんですけど、はいはい、あの、もう,はい、もう一個聞かせてもらいたいことがあって。 あいいっすよ。け、んか喧嘩とかされますしますよ。お。<laughs> ちなみに、喧嘩の後の仲直りの方法ってどう、はい、どういう感じにされてますかあの、二日以上キャリーしないんで、あの、基本的にちゃんと向き合って解決しようぜっていう話なんで、ほうほう <laughs> あの、だし、なんかその、 なんていうんですかね。これだけはしないでくれってずっと付き合った頃から言ってたことをしなかった結果、そんなにそもそも長引かないっていう。うーん。あの、電話をいきなり切るなとか <laughs> あ<ー>、っていう、どんなに、だお互いね、お互いですよ。はいその。もういいって言ってブチって切ってでもう無視とかっていうのはもうやめましょう。うん、それはダメです。うん、うん ことを言ってたら結局喋らなきゃいけないじゃないですか。<laughs> 解決するんですよ。な <laughs>、まあ、で、なるほどだんだんお互い疲れてきて、み <laughs> た <laughs> いな。もうええやってなるってこと,ことですか、基本的には。ね、そう。あとなんか、<ー>僕がさっき、呪けてんのをドア越しに聞いてニヤニヤしてました、休憩中に行ったら。<laughs> <laughs> そうだ、そうだ、後ろにいらっしゃるんですよね。ねあの、お家の中に、もちろん。 そう、僕の部屋、リビングと引き戸で繋がってるんで、リビングにいたらしくて、はいはい、全部聞かれていて、ニヤニヤ、ニヤニヤされました。<laughs> <laughs> もう、かわいい。かわいすぎる。すっげえ機嫌良かったですよ。もう何、何これ、配信終わった後、どうせ仲良くするんでしょう。<laughs> <laughs> 配信終わったら寝ます、ね。<laughs> <laughs> <laughs> いやだちょっと聞いてて恥ずかしくなってきちゃった、あそうですか、<laughs> いいな。<laughs> えー、でも、あれっすよ、そのうん、なんかこういうの聞かれても、別に恥ずかしがらずに堂々と言えるようにまでなってくれたから、今、こういう関係性にな,なれたんだと思いますよ。うん、そうですね、まあ、お互いどれだけ理解してるかとか、ありますよね、うん、そういうのって。 歩み寄りもだしういいなもう,もう超最高じゃないですか <laughs> <laughs> 結婚して1ヶ月で最高じゃなくなってたらやばいですって確かにまあでもねこれからもちょっとこう仲むつまじくですね怪談会のおしどり夫婦的な方がな、まあ、何,何組かいらっしゃいますけど結構有名なね まあ、そのう、うん、うちのお一人に、おひとお一組になられるだろうな、と今、はい、聞きながら思っておりました。素敵でね。素敵。本当素敵ですね。<laughs> ありがとうございます。え <laughs> <laughs>、ね、ちょっとあの、はい、あの、とにかくあの、本当におめでとうございます。ということでですね、ちょっとあとがっつり階段パートに入らせていただこうと思うんですけれども。はい、わ、はい、かりました。<laughs> ちょっと切り替えてね。<laughs> ニヤニヤしてただいぶそうですねほんとにあの何だろうよりかごから墓場までみたいなノリでノリにはなってしまうんですけど <laughs>、はい、あの実体験についてはちょっと前半にちょっと触れさせてはいただいたんですけど最初に100話集めたっておっしゃったじゃないですかはい、はい、どうやって普段その配信以外で階段その100話集められた時ってどうやって集められたんですか そう。集め始めた時っていうのは、はい、あのー、もうこういうご時世ではなかったので、ううあのもともと、その、集め始めた当初は僕完全に一人身でしたし、さっきも、最初に言った通りアウトドアとか好きですし、旅行とかも好きなんで、ううもう、あのー、 仕事でこうストレス溜まってくると金曜日の昼休みとかに明日泊まれる宿とかで検索して宿だけ取って、はい、あの旅行くんですよ。一泊。すごい。バーって行って、で、う自営業のお店とかに入って、なんか話聞いたりとか夜とかもこのなりしてスラックとか入って行くんですよ。うんうん、そういうとこ行く。うん。すると、ねえ、その、 年齢層的には若い人間が来るんで、うん、こう優しくして、当然ね、あのうち一元さんダメだからって言われることもあ,あるんですけど、うんもうあ、どっから来たのってこ,れこれね、うまいから食べ、とりあえず食べて、とかって。で、カラオケしてるおじいちゃんとか、うんあの、ママさんとかに、この辺こう、なんかこういうのないっすかみたいな話聞いたりとかして。うん、っていうのをずっとやってて、で、その後、あの、えっと、ケこれなんて言ったらいいんだろう、携帯、 電話のアプリで、はい、あの、外を歩き回るアプリっていうのが出たんですよね。<laughs> あ,<の> <laughs> あれえボール投げるやつですかあ、そうそう、あの、そ歩き回っ、実際に外を歩き回ってボールを投げまくるゲームだったんですよね。<laughs> <う>流行ったありましたね。はい。で、それが出た時に、あって思ったうん、うん、っていうのも、タクシーで、 階段タクシー乗ったら絶対運転手さんに取材をするよっていう階段師の方とかで結構いるのはもともと知っていて、はい、じゃあタクシーの運転手さんはかな仮に僕に話してくれたとしても初出しじゃ絶対ないから表で喋れないってなった時に <laughs> あのアプリを使って、はい、あれをやってる人に話しかけに行って取材したら <laughs> 絶対は初めてでしょ誰かに話すのってなって <laughs> いろんなとこ行ったんですよ。たくさん歩いて。 じゃあ、あの、ちょっとレアのやつが捕まえられるスポットとか行って、みんなが集まってるところで、聞くみたいな。そうそうそう。はあ<ー>あの、めちゃくちゃガチでやってるの初心者のふりして、これどうやってやるんですかとかって,て、確か<ー> <laughs> あの、出た最初の年って、はい。もう、それこそ、あれですよ、もう、有名なニュースでありましたけど、あの、東人坊から、あの、<laughs> 消えたって言いますね。ゼロ、ゼロ人になったっていう。<laughs> それぐらい夜間にもめちゃくちゃ人いたんですよ。<laughs> だから、<laughs> はいはい、その、例えば箱根行きます。箱根で、ここ、その、そういう電波が入って、そそあのゲームができる場所の近くに宿取って、うん、夜中行ったらいるんですよ。ほ、うん、<laughs> ー、すごい。さすがですね。もうリーダーですね、やっぱり。うんうんうん、いるから、 こんな暗いとこにこんな時間にいたら怖くないですかお化けとか出てくるとか思わないんですかって言って話しかけるっていう。うまいすごいちょっとその、その発想はなかった。確かに。こんな、出てすぐのツール使って取材してる人間おらんやろって言って、それでやってました。すごい。なるほど。かし、かしこい <laughs> 本当にか。 すごい。あ、そうですか。もう全然、ほんと活用されてますね。階段にそんな、こんなものが行かせるとは。<laughs> なるほど。当時住んでた家から1時間歩いたところに、うんはい、有名な心霊トンネルがあったんですよ。その脇が公園で、はい、それができる場所だったんですよね。アイテムがもらえる場所だったんで。はいはいはい。ワンチャン行ったらいるからって思ったら、<laughs> 行くたびいるんすよだから、これはもう全国行ったらいるわ <laughs> 確かに。じゃあ、まあ、ね、だ段だったら心霊スポッターに突撃するってことになるんでしょうけど、そうじゃなくて、全然関係ない人に取材を。そうそううん、話しやすいですよね、うん、この下ってなんかお化け出るって有名なトンネルらしいんですけど、怖くないんですかって,って話しかける。もうそっちの話題も振りやすいですね、そういう場所なら。そそそうそうそう,そう <あ>す、すごい。じゃあもういろんな話集まりましたね。じゃあそれだとしたら。結構だからその旅先の、あの、漁師さんのた話とか。おー。そうか、もあったし。うんうん、僕もともと、この階段ないですかとか、うんはい、お化け見たことありますって聞き方をほとんどしないんですよ。確かに。あれちょっと良くないですよね。聞き、あの、聞き出しにくいというか、向こうが蓋を開けづらい。 そう。陰気の僕からしたら、どんなにテンションが上がっても、いきなり知らない人に話しかけて、幽霊見たことありますって言われたら、超警戒するんだよる。<laughs> 間違いないです。間違いない。そうですね。さすがです。だから、その、多少、なんていうのあの、間延びしない程度に雑談から曲げていくっていうふうには絶対します。うん。素晴らしい。いいことを聞きました。<laughs> 使うつもり感っていう。いや、<laughs> そうじゃないんですけど。 <laughs> その兼ね合いでだから地方とか行くと、はい、こ,この辺の地元の人にしか伝わってない昔話とか妖怪とかいたりするんですかみたいなのも一緒に聞いてたら怖いだけじゃなくていろんな階段が集まるようになったっていうあ素晴らしいもうちょっとそれめちゃくちゃ興味あるんですけどあのー、なんだろうえっといろいろ階段って怖いだけじゃないじゃないですか不思議とかあの悲しいとか、まあ、面白いとか。 いろいろあると思うんですけど、なんか、も,もしよかったらなんですけど、うん、その、これは怖かったとか、これ面白かったとか、これ悲しかったとか、もうとにかく不思議だったとかっていう話、どれか今パッと思い出せるものがあったら、いくつか、さらっと聞けたら。<laughs> <laughs> めちゃめちゃぶっ飛んでる話してもいいですか。ぜひぜひぜひ、<laughs> 聞きたい。 階段で聞いたことないワードが飛び出してくる話なんですけど。おおおおいいですね、いいですね。あの、ファラオってわかりますエジプトの <laughs> あ、そうです、そうです。大丈夫ですよね。ファラオって言ったら、エジプトのね、あじゃないですか。はい,はい、はい。僕の昔の友人でですね、はい、ファラオと遭遇した結果、人生が曲がったやつがいるんですよ。 ファラオとそうそう。ファラオと会ったことあるやついるんですよ。もうこの時点でおかしいんですけど。うん。<laughs> <の> <laughs> えええプト僕も？僕も同じ反応でした。うん。あの、あのエジプトのファラオと東京都の、東京都、東京都台う、うん、<イ>東区 <laughs> で <laughs> そ、ファラオと遭遇したやつがいるんです。はいはい。ハロウィンじゃないですよね。普通に。うん 普通の日ですよ。うん、めちゃくちゃでかい公園の中なんですけど。は、うん、いはいはい,ほいあの、僕もね、だから最初聞いた時同じ反応ですよ。はって感じ。だからこいつ酒に酔ってお前こと言ってんなって飲み会で言ってたから。はいはいはい。でも何回話しても同じ話するし、うん、なんだろうなって。で、階段集め始めたらそういうぶっ、変なものと遭遇したやつの話とかって結構あるから、うん、あれって思って、もう一回聞いたら、10年ぐらい聞いてなかったんですけど、同じことを、 理路整然と言うから <laughs> で。で、しかもそいつが歩んだ人生っていうのも含めてなんですけど。で、そいつその日、大学だ、当時大学時代だったんですけど、友達と二人で上野で飲もうぜって言ったら、<laughs> あの、そいつが寝落ち、相手が寝落ちして終電の時間に来なかったんですよ。<laughs> だから、自分来たはいいけど、一人だし帰れないみたいになって。は <laughs> いはい。<laughs> とりあえず、もう別に寒くも暑くもないから、公園なんかうろついてたんですよ。 かん、かんハ杯飲みながら。そしたら、なんか、当時、今みたいに LED のその拡散する光じゃないから、公園の中の街灯って明るいところと暗いところができるんですよね。<laughs> その暗いところに、なんか、転移してきたてのターミネーターみたいなポーズでしゃがんでる人間のシルエットが見えるんですよ。うん、何あれって,なって自分ホロ酔いだからなんかわ、何あれって怖いとかじゃなくて興味湧いちゃった。 シルエットも人だってわかるんですけど、なんか頭でかいんですよ。<laughs> かシルエットが。で、なんか、上半身服着てるこの人みたいな感じだし、なんかでけえ杖持ってるし、なんだこいつみたいな。<laughs> な、なんなんこれって思って近づいてって、おっさん何してんのって言おうと思ったら、そいつす、こう、スッて立ち上がるかなっていう動作をした瞬間、自分の目の前真っ白になったんですよ。<laughs> うん 真っ白に、本当に、ふわーじゃなくて、本当に1フレーム、真っ白い画像が差し込まれました、みたいな感じで、パーンって白くなって、うん、またいつも視界に戻る。といないんですよね。うん、目の前にいたはずなの。うん、えって思って、酔ってんのなかな一回ちょっと駅の方戻るかって言ってくるって後ろ見たら、そいつ立ってるんですよ。自分の目の前に。うんうん、それが、教科書で見た、あの、なんか、スタンカー名みたいなやつ被ってて、 上裸で、背ちっちゃいんですよ。<laughs> で、杖持ってるんですよ。なんかじゃらじゃらついてるし。<laughs> 何これってなって。ただ、自分より明らか背ちっちゃいのに、なんか、3メーターの男を目の前にしてるぐらいの威圧感んですよ。ほう。もう、飲飲んだよみたいな感じで <laughs>。<laughs> ちょっと、一歩、ずっ後ろ下がった瞬間、すごい、衝撃的な出来事を彼が襲うわけです。 このファラオのような見た目をした男を突然自分に向かってギュって抱きついた。熱い抱擁を始めたんですよね、自分に向かって。お<ー>で、普通だったら、やめろとかなるじゃないですか。はいはい。もう血気盛んな人だったらバーンとかって反撃に出る可能性もあるような状況の中、ほろ酔いの、いくらほろ酔いとはいえ、えってなった次の瞬間から、でもその、ファラオに、 抱きしめられてることがめちゃくちゃ気持ちよかったんです。うん、あーってなんかもう本当に思考の温泉に使ってるような気分になった。うんうん、あーって言ったら自分そんなことするつもりなのにいつの間にか自分も抱きしめ返してて。うん、で、ふっと気づいたら、その後編の中の だ、ライトとライトの間の暗がりの中で、虚空を抱きしめて、悦な表情をしている不審な大学生が一人の取り残されてた、ことがあったんです。はあ、で、ただ、こいつ、このことがあってから、なん、言語化できないんだけど、もう、無理やり言語化すると、なんかわかるっていう感覚になったんです。で、入ってた大学から大学、大学いくかなとかもやめて、 もう一回勉強し直して、スラッと翌年入り直して、バーってもう一度一から勉強し直した結果、この僕の友人、そのコロナの何年か前まで、エジプト行って調査員やったと。で、今帰ってきて、あの、博物館の学芸員やってるっていう。へー。本当にじ、その体験で人生変わっちゃって、その、エジプト考古学とかの知識がスラスラもう一回見たら忘れないみたいになっちゃって。ほう。 でも、そういう人生を今歩んでるっていう、やつの話がありました、ね、はぁー。台東区の公園にはファラオがいるいや,いや、それちょっといろいろ考えちゃった、今聞きながら。そ、もうその体験するまで、その、考古学なんて微人も興味ないっていう人間だったんだ。うーでもまあ、そんな体験、 いや、でもすごいですね。運命というか、時空を超えて。てねある種、本当に現代において神の啓示を受けた人間なのかもしれないですよ。お,お,おなんかそんな感じしますよ。<laughs> 何それって思いますけど、面白い。階段始めるまでは、こはいつ、はい、酔っ払ってまた言ってるよってみんな言ってたんですよ。僕の友達のうち たとえそれが幻だったとしても、そこからその勉強し直して、その研究員にまでなられたっていう、この経緯を考えても、うん、それがファラオじゃなかったとしても、何かの啓示を受けて、その人は、あ、俺人生正しい方に進まなきゃってや,やり直したってことじゃないですか、そこから。そう,そうそうそう。かそういう役目みたいな,な、何かをこう、感じてしまうような、不思議。<laughs> なんだこれって。だか階段するようにならなかったら、うん、あいつまた言ってるよっていうレベルの話だったんですよ。うん、誰も信じてなかったから、僕も含めて。僕が階段するようになって、いろんな話を聞いていく中で、おやって思ったから、今こうやって話してる。そうですね。最初確かに切り口は、えっていう,うなるんだけど、聞いてると、確かにあれってなりますね。この階段。そう。脳なわ、我々というか。 確かに何か起きているっていう。<laughs> うん。なんかまあね、エジプトのファラオじゃないけど、でもそうじゃないバージョンのなんか不思議な話、結構ちょっと近いような話とかってありますからね。うん。うん、へー。にしてもすげえな <laughs> って思いますけど。<laughs> <laughs> すごい。なかなかそんな体験、いくらその階段集めててもその話が出てくる人ってあんまりいないでしょうね。 ないでしょうね。階段、僕も話すのも聞くのも好きですけど、他人の口からファラオっていう言葉が出たの初めてですからね。そうですね。そうそうそう。もそ,もそもそもその、そういう学問をされてる方なら、いざしかそうじゃなかったわけでしょ、と最初は。うそ,うそうそうそう。全く、だから、もうドリ系の人間だったんで、あの話を聞きっかけでも逆にその理系の方がそういうことを言うのがちょっと生々しいですよね。 理系の方ってあんまりなんかそういうの、それはそれこれはこれって考えてらっしゃる方、うん、あそうそうそう。だそもう、もともと、その、お化けとか全く信じてなくて、うん、その、見たものしか信じない <laughs> み。見たりね、その計算で結果で証明できるもないものはない。うん、うんいう。いう人間がそんな体験しちゃって今そんな人生歩んでるから。<laughs> んそんなことって何かなきゃ絶対起きないわけで。そうですね。 本当に、面白いなぁ。いいお話をお持ちですね。さすがっすね、まあ。変な話ですけどね。<laughs> <laughs> なんかね、そういう、うちのあの、館でちょっと最近話題になってる話がありまして、それがそれこそ、あの、ちょっとい、はい、異世界ってよく話聞くじゃないですか、階段系で。ああ、まあまあ、都市先生とか階段とかでもありますよね。はい。 そのうちの、<あ>そのなんかま、<え>特定の種類の異世界の話の中に赤い空っていうのが出てくるっていう話と、うん、あとその山にある送電専用の鉄塔に白い布がひら,、うん、ひ,らひらついてると、うん、こう亡くなる方が出るっていうような話がちょっといくつか集まってしまってて、うん、なんか、それ系の話とか聞いたことないですか、うん、赤い空はシャン、 赤い空は正直、はい、空だけですよね。まあちょっと現実おかしいんですけどね。その現実世界が。あれなんでこの人、今どっから来たこの人みたいなことになるんですけど、おかしくて空もおかしいっていうのが、はいはい、そこまでピンポイントな話は正直聞いたことないんですけど、うんうん、鉄塔の方の話っていうのが、はい、なんか、 うん。山の中っすよね。鉄塔のどの辺とか。あいや、場所はわかんないですけど。あ場所っていうか、その、あその、山に立ってる鉄塔って、半端なくでかいんですよ。そうですね。だ多分ね、視認できる距離なので、そんなに高いところではないと思うんですけど、中ほどではないかと。ああ、ね、どこだ なんかね、ちょっと思い出しますね。そういうのに引っかかる話を聞いたことは、聞いたこと自体はあって。はい,はい。はい。どこだったっけな群馬か栃木かな <laughs> の山中のところの送電線、その、送電線の下を、<laughs> うんと、登山道が走ってるところってあって。<laughs> で、 まあ僕のそのアウトドアつながりの人が言ってたんですけど、仲間が1時間前にこう先に登って上で合流しようみたいな話になってて、自分が後からこう登ってったと。でしたらこう自分は何も見てないんだけども、その、うわすげえなっていう、その鉄塔の下をくぐってるから、物珍しさで上見たりはするんだけど、何も見てなかった。でも、その、うん、先についてた。 一時間前にその道を通っていたはずの自分の友人が頂上で合流した時に、いや、あそこさ、なんか揺れてたよな、って言うんですよ、うんえ。揺れてたってね、鉄塔だからまあ、それは風強くや、多少揺れるんじゃないのいや、違う違う違う、ぶら下がってたんだよ。<え>その、なんか、布団のシーツみたいなやつがさ、っていう。<ぁ>えって、布団のシーツなんてひ、ぶら下がってたらわかるでしょ 見てないのいや、見てない、見てない。え、絶対あったって。で、戻ってったら、ないから、あじゃあ、きっとなんか飛んできて、引っかかって、外れてったんだろうね、なんて、言ってたんですけど、帰ってきてから、翌日かな。その周辺で、あの、ご遺体上がっちゃって。出たよ。で、えって、じゃあ俺らそれの、 周辺歩いてたってことみたいな。え、あの布何だったんみたいな。で、よくよく考えたら布団のシーツが絡みついたんだねって自分たち思ってたけど、あんな、人、人の家から何キロも離れた山ん中で、シーツがそんなね、10キロとか飛んでこないでしょいくらなんでも。え <laughs>、じゃあ、あいつ何見てたんだって。自分は何も見てなかったけどもっていう話だったら聞いて。 こことがある来たこれその、それそれのご遺体が上がったことと、その、み特定の人しか目撃できていないし、布団のシーツのようなものっていうのが、関連があるかどうかわからないけど、はい、まあそういう話だったら聞いたことあるいや、ちょっとでもそれ、あの共通点が2つとも入ってますね、その話、こっちの話と。あそうなんですかはい えっとね、簡単に言うと、あの、一つは、その送電線を点検警備するす、点検するための道を整備する仕事、あの、枝打ちしたり、臭かったりする人が、はい,はいはいはい。あの休憩してたら、その変なおじいさん出てきて、お前ちょっとこっち来いって連れて行かれて、あの、上刺されて、あの白い布見えるかって言われて、 何すかって言ったら、あの白い布が下がってたら、うん、あの下に首くくってるやつがいるから連れて帰ってやんなきゃダメだぞって言われるんですよ。で、何言ってんのこのおじいちゃんっつって怖いと思って戻ろうとしたら、後ろその先輩たちがいた車とかなくなってて、うん、あれなんでと思っておじいさんの方を振り返ったら、おじいさんも後ろにあった鉄塔もなくなってたっていう話で、え、うん、全然違うとこ行っちゃってたんですよ。で、もう一個話があって、それは、その登山をしてる女性が、 途中、紅葉がこうあるところに、送電線とそのこの鉄塔が立ってるところに白い布があったんですよ。で、ヘリ飛んでて、あ、点検かなと思ったんだけど、後から聞いたら、その滑落して亡くなっている方が出たっていう話で、その、ちなみにその写真を撮ってたんだけど、送電線に白い布がかかってなかったっていう話なんですよ。ほー。だから、その亡くなった方が出た。そして送電線に白い布が、しかも全員が見てるわけじゃないんで、これ、あの、一人しか見てないので、それぞれ。 はいはいはい。これ、そういうことなんじゃねえのっていうのが今また一つ。怖っ。え、怖っ。っこ, <laughs> <laughs> これ、増えると怖くないですか一個一個だと平営で済むんだけど。これ、増えていくんですよ、この話。怖い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 。めちゃめちゃ怖いっすよ、今。ですよね。正直。 場所のすり合わせしたくないっすね、これ。<あー S 2> これ怖い。<laughs> 多分ね、場所違うんですよ、それぞれ全部。この私た<あ>私が今、はい、違うんです。ただ、山の送電線に。えー、<分>なんなんどこの山関係ないって話なんですよね、これって。えー、何よくんないですけど、今でもコメント欄に一人、 鉄塔の話って聞いたことあるって人が今、青山さんって方が書かれてる。だからまだありますよ、この話、掘ると。うお、なんだこれ。そんな出てくる類の話じゃないですよね。そうそうそう。で、最初聞いた時はそうだったんですけど、うん、これ、増えてきたらやばい。え、何これ。なんですかね。<laughs> 今、だから少なくとも今ここに3つあるってことですよ、その話が。そうっすね。やばっ。 聞いてよかった。ええー。ええー。<laughs> <laughs> いや、いいっすね。いいですね。これ,これはちょっと続くとしますねです。です、ですよね。そうなんですよ。<laughs> なんかちょっとこれから先山でその鉄塔が立ってたらちょっと見ちゃいますよね。白いのないかなって。 ただ僕アウトドア好きなんですよ。そうですよね。気にしちゃうじゃないですか。<laughs> <laughs> ただでさえなんか、あんまそういう場面に手加しても上見たりするのとか周りの木見たりするの怖いから嫌だと思ってるのに。<laughs> そうか。私よりじゃあ遭遇確率は高いですね。まあ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 、そうですね。山歩きますからね。<laughs> ご時世になってからね、いけてなかったですけど、そろそろね、いけるかなとは思ってますけど、うん、気にしちゃうよ、こんなの聞いたら。すえ <laughs> <laughs> <わ>、そうこのねこ、そうそう、ねあさん書いてますけど、答え合わせが一致するのは怖い、今だから、その一、うん、つ話をしてくださった方が、つながったっって、今、コメント書いてましたけど、その方もちょっと探したいっておっしゃってたんですよね。あ<ー>うーん なんかもしかしたらもっとあの足りないピースがあってもっとこの話がはっきりしてくるかもしれない、うん、そうしたらっていうそうですね,ねなんか場所場所にか場所がねこれで場所が全部同じ場所だったとかあったらもうなんかもうそこを取材して根掘り葉掘りね民族資料館とか行って調べたりとかできますけど、うん、場所がバラバラっていうのがねすごいちょっとなんか謎な感じがすごいというかそうですねちなみにえっと ゴーム店さんのそのおじいさんが出てきた方の話は茨城かな、うん、で、えっともう一つの山は中部地方の山っておっしゃってたので、で、じゃあ全,全部違う。東日本なんで。そうですね。東日本ではある。そうですね。やば、ち44都道府県集めれば。<laughs> そうですね。全国にあるっていう。 全国にあるってなったらもういよいよですよ。いよいよですね。<laughs> ちょっと今、今まだ、だ、だ、もしもの話だから笑えてますけど、本当に40だ届けでし山の鉄塔の白い布の話、はい、集まっちゃったら、ちょっと笑えないす、ね。笑えないですね。で、そしてその鉄塔が立つ前は何に、じゃあそのサインが出てたのかとかいう話とかにもなってきますし。うんうん <だ>そう、ね。誰に対してのメッセージなのか、全員が見えるわけじゃないっていうところもなんか、不思議だし、なんかね、怖ってなる話。です、ねね、鉄があるところにしか出ないことなのかっていうのもあるしね。そうですね。もしかしたら他のサインもあるかもしれませんしね。うん。いや、いいですね。これ階段集める醍醐味ですね、こういうのって。ねえ。いや、怖なんかちょっと怖いこと書いてる。 そう。触りとかない大丈夫って書いてる人がいる。そういう感じ、<laughs> イメージはない気は。そうですね。単なるサインだと思う。サインそうだね。そう,そうそうそう。<ー>こっちにターゲットを絞ってるっていう感じじゃなさそうではあります。ね、うん。しかもそのおじいさんが言ってたのは、その連れて帰って、下ろして帰ってやんなよっていう話だから、どっちかって言ったら優しみの話なのかなって思ったりもしますけど、 ね、ちょっと東京タワーとかおじいさんの出てくる話は、と、鉄塔自体がなかったですよね。あ、そうそう。あのね、場所が、あってね、この、その話、今、バチッと切っちゃったんですけど、全然その、車でしばらく走らないといけないところ、歩くとかなり時間がかかるところまで飛んじゃってて。うん、あ、その、体験者様が、はい。ワープしてました。う 違う座標に行ってたって。そうです。そうです。すげえほんで、しかもその、あの他の人にやっと発見してもらってよかったってなったんだけど、話したら何言ってんのって言われたんだけど、うん、一番その子さんの先輩に、あ、たまにあるんだよって。前見たのは30年前だって。ポンっていなくなって、全然関係ないところで発見されるっていうのを30年前にその人は体験されてたって。だから、山城<ー>たまにあるんだよって。だから気にすんなって言われたって。 いう話で。気にするよ。ね<え>。<laughs> そう、まだ、まだ見つかるところにいたからいいけど、とんでもないところ飛んじゃったら、どうするのっていう。ねえ。ねえね。ねえ、面白いっすね。ねえ、面白いんですよ。<laughs> これは確かに、はい、あの、会う人、会う人に聞きたくなる。聞きたくないないっすか。そうそうそう。あったら多分、うわーってなるっていう。<laughs> ね<え>ちと。とりあえず関東から埋まっていきそうではある。そうですね。少なくとも今3県行ってますもんね。まあ今、栃木が群馬っておっしゃったんですよね。まあ そうっすね。群馬がどっちかどっちかちょっと思い出せないですけど、うん、なんかこうなって、そのまた中部地方までこう横線で繋がってるってなったら、何それなんとかラインとかその辺にあんのって、とか考えてる。<laughs> 送電線じゃなくてレイラインがある。<laughs> そう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 。なんかそう言ったのが、うん、なんかその観測する人間のイメージにあ、要は、 僕ら人間って想像できないものって、イメージ当然できないわけじゃないですか。はいはい、そうですね。だから、そう見えてるのかもしれないですよね。うーん、なるほど。受け取り側がね。そう受け取り側の知識として、それが鉄塔に見える、鉄塔にが一番近かったから、鉄塔に見えてるっていう可能性もあります。うん,うーん まあそれがその、鉄塔は実際あるものなんだけど、それを利用してその白い布が実際は白い布じゃなくて何か別のものって可能性もありますよね。うそうですね。うん。誰が知らせてるのかとかね。おもろ。<laughs> <laughs> いや、いいですね。いいですね。はい。あ、じゃあちょっとどうしようかな。もうちょっとあるんで、えっ、ー、と、さっきちょっとその、うん、 とんでもないファラオの、ええっていう話でしたけど。<laughs> はい、<laughs> 例えば、はい、すみません。<laughs> あの、まあ、がっつり怖いか、めちゃくちゃ不思議か、めちゃくちゃ悲しい、さつないみたいな話とかの、うちのどれかも、もう一ついただけたらな。あのー、そうっすね。あの、僕が育ったところにあったでかい公園が舞台の話があって、はい まあ僕ではないんですけどね、その、体験者の方が小学生、高学年の時に、まあ、高学年だから別にこう好きで付き合ってくださいみたいなのがなくて、でも両方もってお互いも周りもみんな知ってるみたいな関係性が、の子がいたんです。はいはい。その子が、なんか、ある時突然引っ越してっちゃったんです。<laughs> で、 そこまで仲良かったのに、挨拶もなかったし、相手の連絡先も知らないし、ってなると、やっぱね、なんだよって、ちょっと怒りがこみ上げてきちゃうんですよね。男の子側からすると。くそーって思ってすそしたら、1ヶ月半ぐらいした時に、この、その男の子がバス停でバス待ってたら、急に話しかけられたんですよ。結構交通量が多かったんですけど、はっきりとその、その、 何々くんって、声かけられて、パッて見たそしたら、あの、引っ越しちゃった子立ってんすよね。<laughs> でも、心臓をドクンとして、おぉお前、も何も言わずど、ど、どこ、どっか行ってんじゃねえよちょっと強気で出ちゃった。<laughs> は,いはいはいはい。そしたら、ちょっとうつむいたわんも、ごめんね。いや、こいいよいい,い,い違うそうじゃなくてさ、なんか、 連絡先とか教えてよって言ったら、ごめんね。いや、じゃあ違うんだってそうじゃなくてさ。って、もごもごしてたら、またごめんねってうつむいたまま目線も合わさずに、こう、前髪とか目も隠れちゃってるから、どっち見てるのかわかんない状態で、その女の子をも、もう一回ごめんねって言ったんですよね。はい。 で、その後、おーってなんかを言った感じはしたんですけど、バス停だったもんで、ね、バスがブーンって入ってきちゃった音でかき消されて消えちゃったんですよ。聞こえなかったんですよ。うん、で、バスの方に一瞬その男の子、視界をパッと取られちゃって、大きい動くものだったもんですから。で、またパッって女の方,の方を見たらもういなかったんですよね、うんあ。なんか事情があって引っ越したんだろうし、そのすぐ行かなきゃいけなかったんだろうなって思ってたんですよ。うん す、もうそこから何年か時間経って、成人式の日に、じゃあ当時のクラスで、同窓会しようってことになって、で、みんな飲んでたんですよね。そしたら、飲んで、飲んでたんですか食事をしてたら、あの、いやー、大変だったよな、あの、あの時のさ、あの子、みたいな。なんか、すごいしんみりするんですよ、周りの空気が。でも名前出てる子って自分が引っ越してった子だって あ、そんなに大変な引っ越しだったのかそん、そんなだったみたいな感じで言ったら。いや、お前は、あ、えって、お前、正気みたいな。ま、お前マジかみたいな反応されて。え、どういうことどういうこといや、あの子事故で亡くなったじゃんって言うんですよ。周りみ、全員が言うんですよ。はあ。はえ、いやいやいや、だって、あれ、あの子は、急にこう、あの、引っ越してったじゃん。 え、事故とかだったら俺が忘れるわけないじゃん。だって、当時両思いだったんだよいや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 、だ、だからお前が忘れちゃいけないんだろう。すっごい、お、みんな怒るぐらいなんですよね。<laughs> でも自分の記憶は絶対に引っ越してたと思って。<laughs> でも、押し問答になっちゃったから、見かねた一人が、もういやまあ、辛い記憶とかってもう封印することもあると思うからさ、人間ってさ、ちょっとそういうことなんだと思うようなんて。<laughs> <laughs> あの、言ってたんですけど。やっぱ事実を確認すると、その子、亡くなってたってね、その、突然来なくなった。引っ越したんじゃなくて、事故にあって亡くなっていた。で、そのバス停で会った時に、手を後ろに組んで、なんかこう、ちょっと、こう、もや、なんていうんだろうな、あのね、あのね、みたいな仕草をしてた。手、確かに両手は見てなかった。 彼らの同窓会のクラスメイトの話を聞くと、右手の小指だけ見つからなかったんです。うん、ああ、きっとだからそんな姿を見せたくなかったんだなって。で、結局、今、今の、その、大人になった後に、いろいろ、あの、正しい手続きを踏んで、うん、分かったんですって、その子の眠ってる場所が。うん、だからちゃんと今、毎年。 あの、俺も結婚したよとかさ、もう子供できたよって報告をしに行って,っていう、うん、そんな、こう、初恋に関わる話を聞かせてもらったことがあります。ああ、切ないですね。うん、ど、どっちなんだろうその本当に記憶の改ざんがあったのか、それとも、その、なんだろう。 もしその時に事故で亡くなってたって、その時もし知ってたとしたら、その女の子が目の前に現れた時に、素直に受け取れてない気がするんですよね。そうそうそう、だから1ヶ月半の時点で、すでにもう引っ越したと思ってるわけだから、だから最初っから引っ越したと思って、彼は行動してたから、それがショックによるものなのか、どうなんだろうなって思いうありますけど。 ちょっと不思議かも。うん。でもそうか、でもそれお別れ、お別れをちゃんと言いに来るまでは、事故を知らないでほしかったから、その子の。きっと、その、最後の最後の、そのごめんねって言ったとになんか言ってたけど聞こえなかったって、そこの部分って、うん、もう会えなくなるんだって。 っていうようなことが言いたかったんじゃないのかなだって、1ヶ月半でしょ約。うん、うで、四十九日って言い換えたら、そうとも言えるわけじゃないですか。そうですね。だからもう完全に向こう行っちゃうから、もう会えなくなるんだって。でもその時にその時点で自分の、あの、小指が見つかってないから、見せらんなくて、後ろで手組んで、 ごめんねごめんねしか言ってなかったみたいなうんそうですよねなんかだからあれですねその本人が記憶を変えたんじゃなくてもしかしたらその女の子の方が知らないでいてってやってたのかもしれないなそれで最後別れを言いに来てって流れかもしれませんねん切ないそうだもうあのー、あれだって 両親の、両親二人と一緒に乗ってた車で、助手席にその子が乗ってたんですって。うん、で助手席の,その衝撃に、やっぱ体がちっちゃかったから耐えられなくて、ご両親は、怪我で済んだんです。入院、うん、入院ぐらいの怪我ではあったんですけど、うん、その子だけはもう衝撃に耐えられなくて、中、あの内臓がダメージ受けちゃって、っていう話だったらしくて。うんうん <laughs> 余計切ないですよねそうですね、うん、うわーそうなんですよこの階段ってどうしてもやっぱこういうこういうお話もありますよねそしてなんかこういう話をすることでちょっとくようになるなら、うん、そういうご縁があって自分のところに来たのかなって話がそうですね、えー、思うようにうん なんかちょっと重めのはいおもろらしいお話いただきましたありがとうございますでも気がついたらもうそろそろの時間になってしまったのでほ<ら>続けてで申し訳ないんですけど、はいはい、<laughs> あのそろそろ締めにリーダーお化けどうですか <laughs> いやこれ最近のお化け本当に最近のお化けなんですよ最近のお化けほ本当にあのこ あのー、はい、今年の夏に体験したっていう話を取材してるんですけど、はい、取材した話なんですけど、うん、これ本当なんだこれだから、大抵、例えばですけど、階段だったら、うんえー、心霊スポットに行きました。そこに由来するお化けに遭遇しました。って言ったらすっきりするじゃないですか、ある種。うん、何これっていう話があって。ほうほうほう。ほうほう そこそう、っていう話があるんで、ちょっとそれをね、話そうかと思うんですけど。はい。あの、とある30代の男性の方が今年の夏に体験された話だって,って話してくださったんですけど、うんあの、北関東の山に登山をしに行ったんです、ね。で、登山口までの1時間のバス移動中に、もうすでに空がみるみる暗くなっていくんですよね。 もう乗バス乗って窓見てるんですけど、もうこれちょっとやばいかもしんないなって思ってたんですけど、案の定登山口ついてバス停降りたら、空めちゃめちゃ重いんですよ。も風も強いし。これ、降ってないだけでいつ降ってもおかしくないような。そんな状況だったんで、もう登山慣れてるから、滑落ちょっと怖いから、急登するところもあるし、急坂登らなきゃいけないところもあるから、もう今日はか諦めよう、帰ろうって思って。 で、帰りのバス乗ったんですよ。で、登山具でもそうしたらね、あること思い出したんですよ。あ、そういえば、これちょっと降りたところに、史跡その、まあ、観光スポット的なところがあるっていう、思い出したんですよね。行ったことないから、そこをせっかくだからもう、ね、行って登れませんでしたで、家帰って、もうなんかモヤモヤするし、そこ見て帰ろう。で、乗ってたバスすぐ降りたんですよ。で、 行ったことなかったかなどうせちょっとしたところだよなーなんて思ってたら、実際行ってみたら案外ちょっと見応えのある感じの史跡だったもんで、もう風景とかもエモくて、うん、あまりにも画角が、もうこれもいい、あれもいい、うわーエモい、あーエモいっつってもうシャ一眼レフのシャッターバシャバシャ切ってたら、もうすげー時間経っちゃうんですよ、うんで。しかも写真撮り始めたら山の電気って変わりやすいですから、もう晴れちゃったんですよね。うん でも晴れたからといって今からもう一回バス待って上行って登山して戻ってくるには時間が遅すぎると。もう登ることはもう絶対に無理だ。えぇ、ー、どうしよう。あ、そうだって思って気づいたバス停まで行ったら次のバス全然ないんですよ。<laughs> やっべやらかした。タクシーかん、もう駅までのタクシー考えたんですけど、距離考えると出費えぐいことになるわけですよね。でも、写真撮りまくってテンション高いから、 もう家いい歩こうって思って、歩き始めたんです。<laughs> 1時間ぐらい山降りて、で、平地の水田地帯に降りてきたんですけど、この真夏の今年の夏って特に暑かったじゃないですか。その真夏の16時、で天気回復式で土改正だから、もう湿度もあるし、ひたすら暑いんですよね。で、1時間歩いてるし、背中登山用の重量のリュック持ってる。もう、 うわきついはきついって、もうい、ぶつぶつ言いながら、とぼ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 ,とぼ、水田地帯を歩いて、駅の方向かうんですけど、まだまだ全然つかない。しばらく歩いてたら、もう、体調がちょっとおかしくなり始めたんだよね。汗が変に出な、もう、水飲んでも汗出ないみたいな。これまずいな。ふら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 ってしてくるし。ただ、もう、そんな頃って、 あと10分歩いたら住宅街に入って、そして10、住宅街に入って5分10分でもう駅だと。もうちょっとだから、もうちょっとだからって。で、もう自分を励まして歩いていくんですけど、水田地帯、遮るものがないんですよね。だからね、暑いし眩しいんですよ、とにかく。うん、でも自分の足元、うつむきながら、とぼ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 足を進めていくんですけど、気づいたら、前に人歩いてるんです。 もうフラフラでね、もう思考全然働かないんですけど、それでも明確に疑問が湧いてくることが自分は今度、もう体調も限界だから遅いんですよ、歩くペースがとにかく。うん、なのに、この、うつむいて自分の視界下から上までが道路っていう視界の中で、その視界の上の端ですよね。その視線の先というか。そこにずっと同じ分量だけ人が歩いてる足がずっと見え続けてるんですよ。 いつからいたっていうか、こんな遅く歩いてるのに誰よって。疑問は湧くんです。でも、もう体調限界ですから、顔を上げる元気もないんですよね。もういいや別に、なんともうとにかく駅まで急ごう。急げるだけ急ごうって思って一歩、また一歩っ歩いてたら、ぐわーっと視界が歪むんですよ。ぐにゃーっとして強烈な目いが襲ってきた。うわ、やっぱって思って、一回立ち止まって、 でもう、シカメツのまま両手で顔を追って、あ,あーって言いながら、点を10秒ぐらい煽いで、あーきつい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 なんて言いながら、その手をパッとどけたら、自分の目の前に自分立ってた。うん、うん。もう、背格好も服装も荷物も全部自分なんです。でも何が起きてるのか全く理解できないまんま、もう、 もう、ええー、って思ってる間に自分の視界またぐーっと斜めになってて歪んでいって、もう地面の方にずーっともう制御できないですよ、自分の体が。もう倒れていくのがわかる。ゆっくり総元みたいに見えてくるんですけど、だん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 ,だん視界が暗くなってって、ふっと気づいたら、駅の事務室なんですよ。 で目覚めたことに気,気がついて水持ってきてくれた駅員さんの話聞くと、スーっと駅、その駅員さんが改札の横に、こう、どっから、改札をこうずっと見てたら、スーッと歩いてきて、改札機の前でアイス人形の糸切ったみたいにバーダーンって崩れ落ちたって。めちゃくちゃ驚いたよって言うんですよ。うん、で、時間自体はその駅員さんが倒れるところを目撃してから、あえ、どこここみたいになるまで、 10分ぐらいしか経ってないてて、ね。あ、よかった。そんな時間も経ってない。で、水も飲んで少し回復したから、ご心配かけて申し訳ありませんでした。って言って、深々頭下げて電車乗って帰った。まあ、そんなことがあったんですよ、なんて、この方言うんですけど、不思議なことがあるっていうんです。自分の中に道路に倒れ込んだ時の記憶と、もう一つ、 それを見下ろしてる、もう一人の自分の方の視界の記憶、両方あるって言うんですよ。同じ時間軸の、同じ時間の記憶が二つ重複して自分の中にあるというんですよ。そうなるとじゃあ、今の自分どっちなんだろうどっちの記憶が正しいんだろう正解なんだろうそんな風に考えてるともうちょっと怖くなっちゃって、最近あんま眠れないんですよね、なんて。だからそれもそうなんですよね。だって、彼、 その場所、あの、倒れた水田地帯のどこから一番近い駅、もう10分15分で着くはずだった駅じゃなくて、一個隣の駅の事務所で目覚めてるんですよ。へ<ー>水田地帯で視界が暗転してから、駅で目覚めるまでの記憶、全くないんですよ。まあ、現実時間にすると水田地帯で倒れたのがおそらく17時、17時半ぐらい。で駅で目覚めたのがそれから30分後ぐらい。 で、この30分間について、駅員さんの話を聞く限りでは、駅まで歩いて行って改札で倒れたんであろうっていう、まあ、事実があるんですけど、駅員さん目線でいけば。ただそこの記憶一切ないわけですよ。うん、まあ、自分の中では倒れて気失ってるわけだから、畑で倒れてるから。記憶なくて当然なんです。うん、でも、じゃあ、自分の体が動いてるのを見てた人間が存在するわけですよね、別に。そうですね。なんだこれはと。で、ここまでの現実だったら、 最悪、極限疲労の記憶に、記憶の欠落みたいな感じで、型をつけることはできるんです。でも、そうじゃないんですよ。自分が置かれた現実と事実というのが、どう考えてもこれ、物理的に実行不可能なことが起きてる。彼が目指していた駅と、意識をもりも取り戻した駅、たった一駅ではあるんですけど、都内の一駅じゃないですよ。<laughs> 北関東の山に行くための駅のとかの一駅なんですよね。だから距離僕測りました。12.5キロあります。えー、仮に徒歩で歩いたら3時間弱かかるんです。それを30分後に一駅なんて移動できないんですよ。この彼が体験、この夏に体験したというそのもう一人の自分だったり、時間と距離の不整合、あと記憶の重複と喪失ですよね。<は>こういった現象、 彼は体験したと言うんですけど、一体、じゃあ彼の身何が起きたって言うんでしょうかね、まあ、そんなお話を取材させてもらいました。ええー、すごーこええー、すごいからそれこそさっきのね、その、全然違う場所で発見されたみたいなことを言ってたじゃないですか。はいだそ。そういうことが起きてるい。物理的に移動してしまっているっていう。 そうですよねちなみにちょっと1個気になったんですけどその史跡って何の史跡だったんですかね立ち寄ったその写真を撮ってたこれをあのこれを言うとですねはいあば場所がねそうだそうだ場所が完全に特定されてしまうあチャットで書きましょうかっえーっとねそうだね ここです <laughs> それは <laughs> それは, <laughs> それはマジっていうそこう待ってよ待って待ってちょっと待って待ってえっ、ー、とえ今年っておっしゃいましたよね今年ですまあなんか不思議なこと起きてもおかしくないようなまあ超有名な史跡ですよでえっ、ー、と、うん まあ、二つの。変化が、変化あったとこです。そう,そうですよね。ですよね。い <laughs> や、そん今それ今口出そう、出しそうになってちょっといかんと思って。あ、そっか。これ以上は言えない。そうですね。これ以上は言えないですね。いや、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 なんかちょっとその、あの、なんかね、前、うちの、あんまりこれ言うとどこか分かっちゃうんですけど、あの、その辺で、うん、えっと、その、やっぱりその距、距離というか、うまくそこに、なんか、 ね、ぐるぐる抹茶系の話ってあるじゃないですか <laughs>。は,はいはいはい。あれ系の話が出たことがあるんですよ。だから、うん、その、なんか、ワープみたいなことがあっても不思議じゃないなっていうのと、うん、ちょっとなんか、でもそれ、二つ記憶があるっておっしゃるから、乗り移られたわけじゃない。体を乗っ取られたわけではないんだろうけど、でも完全にユータリーダーとしちゃってますよね、なんか。 分裂しちゃってる。だから、幽体離脱してたら、幽体側が本、意識本体っぽいじゃないですか。そうなんですよねそう。両方、両方あるっていう状況が、なんだこれってなんですよね。だ別のやつがいて、自分の中にもう一人、例えばいて、自分が意識失っている間に、駅の人目のあるところまで運んでくれたんだよ、みたいな、いい話解釈で行くんだったら、 記憶が二つあるのがおかしいですね。だだそうですね。まあなんかワンチャンその幽体でつなまだ本体と繋がってるわけだから、その本体の方の体の方に残った記憶と幽体の方の記憶っていう。うん、で、じゃあ誰の介入もないんだとしたら誰が体を動かしてたのてもないかそれですよね。そしてどうやって。まあだから。うどうやって行ったのうー 本当、セーブデータがバグったみたいな感じですよ。本当ですね。意<識>なんか、そうそうそう。が飛んで、セーブして、うん、もう一回そのゲームのセーブデータでやり直そうとしたら、うん、場所ずれてるみたいな。はい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 。いやもう、だって、あの、一つの現象じゃないですもんね、この話って。複合的にいろんな現象が起きちゃってる話なので。そうだ。なんだこれ。 <laughs> そう。だからこれ、いくら階段を信じない、オカルトを信じない人にしても、間違いなくもう時間的に無理な距離を移動しちゃってるので、それだけでももう、うん、十分、おかしいし。そう,そうそうそう。プラスアルファ、そのね、体、自分と、自分をと対面して。だからこれはドッペルではなくて、多分乗っ取られ系なんだろうなと。じゃあ何が乗っ取ったんだっ,って話にもなるし。 どうして2つ記憶があるのかとかね。そう,そ,うなんそう、だから、そう、本当なんで、じゃあ、じゃあどうして、てその仮説 A で進めていくと、ある部分で矛盾がで、矛盾とか、<laughs> これが説明できないじゃんってなるし、うんうん、仮説 B でいくと、もっと手前のこれが説明できないじゃんってなるし、うんうん、なんだこれはってなるそうですね。いや、これはすごい、すごい話ですね。 <laughs> これ何ってだからほんねいろんな人に聞いてもらっていろんな人の意見聞きたいなって思った話でうん、うん、そうですねちょっとあのそれこそあかねさんあたりに考察をちょっとしてみてほしいですあ斬新な切り口されるじゃないですかあかねさんってあそうですよねちょっと聞いてみてそ,そういう見方あったのかっていう、うん、出してくれたりしますからねそうなんですよね ちょっと、どっちかと我々、あの階段側に、階段の寄りに頭がこう固まりすぎてる時が、時々あって、そうじゃない、柔らかい発想をくださることも。<laughs> うん、うーん、すごい。いや、お、いや、面白いって言っちゃいけないのかもしれないけど、ちょめちゃくちゃ興味深すぎて、テンションが今すごい上がっちゃった。<laughs> 第三者的な意識でこの話聞くとめちゃくちゃおもろいですよ。はい、あ。本当に。何、何これって。我が身に起きたらね、とんでもなく怖いですけど、 <laughs> 人、うん、人、人のみだ、う,うん。そうし、ね、取材させてもらってるから、はい、より、その、くさんとかリスナーさんよりも近いところでこの話を本人から聞いてるから、そうですよね。ちょっと怖えな、これってなってるんですけど、うん、でも、第三者的にか階段、階段すで、第三者的にこう、この話聞かされたらめっちゃおもろいって思うだろうなって思ってます。めちゃくちゃ面白いですよ。 何これそう。で、またそのね、あのー、何が起きたって想像してしまうような、まあ、土地柄というのもあり、あるかもしれませんし。うん。これはすごい。ね。こうなんか今日は違う意味で眠れなくなりそうですね。それをこうぐるぐる考えて、ああかこうかってなりそうな気がします。うん、でもい、いい話ですよ。なんかね、その方はご無事でちゃんと帰っておられて、 助,助けられたっちゃ助けられてますしね、いいお話だと思無事帰ってこれて、もしかしたらそれこそ水田地帯で気失本当に気失ってたら、最悪っていう可能性もありましたから、帰ってこれただけでももう儲けもんではあるとは本人も言ってるんですけど、そうで,すね、でもやっぱりちょっと、うん、毎日やっぱ頭をよぎって考え始めちゃうと止まらなくなって、全然もう最近寝れないんですよ。ま もう一つでも考えられるとしたら、そのちょっとなんか、その単なる幽霊さん的なものに乗っ取られたんじゃワープはできないと思うので、これあのオカルトでがっつり考えるとですけど。まあまあ。そう、一瞬なんかちょっととんでもないものに乗っ取られた可能性があるじゃないですか。だとしたら、らそれを、はいはいはい。ね、後遺症が何かあっても、おかしくないんじゃないかと思った。それこそ、まだね、これをオンタイムで体験してから、 まだ1ヶ月とかなわけですから。ですよね。よね何かがあるにしても、これから何かある可能性も否定はできない。<ー>あと、時間を空けて再び行った時にどうなるかっていうのもありますし。ああ、確かに。いや、待って、うん、一回そういうので、例えばほらたす、一回助けた、じゃあ代わりに何かしてくれってなる可能性もなくはないですからね。まあ、神様とかだったら見返りというかね、その、 やってあったんだから、みたいなのは、要求するみたいな話もありますからね。そうです、ね、中にはね。うん,うん。あんまりもうちょっとしばらくはその山あんま行かない方が。ね<え>ね<え>かここまで体調崩したのも初めてだったって言ってて、だからちょっと、あの、秋の行楽シーズンは、もちろん冬は行かないって言ってましたけど、秋のこの山、山の最前世紀のシーズンはもうちょっと今年はやめとこうと思います。 言ってままししたそそうですすねその方がいいいと思います、うん、あとはでもその単純にその本当に熱中症だったのかなっていうのもちょっと考えますねその歯石行かれてから具合が悪くなってるわけなので、うん、まあ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 こわ、はいろんな話どこから何がどうしてどうなったって、うん、こんだけの事象が体験者の方から語られているのにかかわらずこれだ っていうの,ないのがないですね。そ、で、あとそもそもその山の天気わーって悪くなって、雨降るならまだしもそこから晴れたってことは、足止めされ、足止めされたって可能性も考えると、また余計、もうよ、うん、どっからったらもっと前から始まってたんじゃないかとかね。考えますね。そうそうそう。うわー、すごいお話聞かせてもらった。いや、ありがとうございます。 これは面白いっすよね。面白いですね。だからやめられないですよね。なんか、本当に奥が深い。いや、もうありがとうございます。あ、ちょっとなんかもうごめんなさい。時間は結構過ぎちゃった。あの。あ、大丈夫っすよ。<laughs> <laughs> 僕は大丈夫で, <laughs> でもね、寝なきゃ。ね、あの、そうそう。まあ、奥様はね、あの、お時間を取ってしまって申し訳ないので。もう絵の、え <laughs> も竹縄ではございますが、そろそろお披露きお披露期。お <laughs> いやーいいっすね。<laughs> らしいっすね。<laughs> なんで大事な時に噛むのええー。あ,ある種、まある種僕はそうそれを待ってたまで。<laughs> <laughs> もう、紙に始まって紙に終わるんですもんね。はい、すいません、本当。<laughs> そろそろお開きの時間でございます。あっという間、楽しい時間でございました。もう本当にありがとうございました。 あとなんか告知ありましたら、お願いします。あ、そうっすね。まあ、夏の予定がだいぶ、あの、今日で、やっと、僕が夏のラッシュが終わるっていう感じなんで、<お>まあ、なんかあるとしたら、まあ、毎週水曜日21時から僕自分のチャンネルで会談生配信やってますで、<laughs> で毎回、あの、遊びに来てくれたリスナーさんに何の、どんな話聞きたいですかって言って、バーって投げてもらって、そん中から、あ,あ、これに、 この言葉出てくる階段あるよとか、これにまつわる話あるよって言って、毎回、あの、皆さんの聞きたいを組んで話を選んでいるので、うんえー、もしかしたら皆さんに聞きたい話が聞けるかもしれませんねっていう、うんえー、配信をしてますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらと思います。素晴らしい。じゃあなんかちょっと今日のこの続報ありませんかとかで気になる方はですね、また、南條さんの配信に行って聞いてみてください。<laughs> す よろしくお願いします。はい。じゃあ,あの、ありがとうございました。そして、ご視聴してくださった皆様もありがとうございました。ありがとうございます。はいでは、またのお越しをお待ちしております。皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。